子供の頃この部屋が嫌いだな。え、どうした？ここに来るとあと少しだね。さあ行くか、ノクト。まあ、いや、ちょっと待ってくれ。プロムト、写真見てもいいか？え、いいけど。一枚だけ欲しい。持っていきたいんだ。そっか、わかった。じゃあ、ほら、選びなよ。いろんな店を回ったり。そんなにいいじゃん。じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああ。残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ。もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっとオーケーを未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか？ああ、すぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした？これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。
気出しなよ。偉大な力をもらってきたんでしょ。今さら夜が明けたって朽ちた世界が見えるだけさ。あれ、復讐を果たせそうだな。そろそろ願いが叶いそうだ。安心しろよ、まだ終わりじゃない。じゃあ見せてもらおうか、クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。つどえ力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。どちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。父親が死んだ。バカ騒ぎして遊びほうけていたガキが。恋人が死んだ時、疲れ切って横で伸びてた間抜けが10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺がどれだ闇。の中で生きてきたと思ってる。終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でもこ
今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待って。